皆さんこんにちは、木更津市消防本部の本所救急隊二つ神です。こんにちは、木更津市消防本部本所救急隊渡辺です。皆さんご自宅でいかがお過ごしでしょうか。今日は皆さんへ心肺蘇生法について救急隊からの思いと技術を伝えたいと思います。ここからの5分、お時間をいただいて勉強していきたいと思います。はい。皆さんは救急車を要請して現場に到着するまで約9分かかることを知っていますか。この9分間で心臓を動かし酸素を入れていただきたいんです。だから救急隊の到着より早く通報した方が心肺蘇生を行うことが大切なんですね。そう、早速そんな人を助ける心肺蘇生法を勉強しましょう。それじゃあ行ってみよう。せーの。さあ、じゃあ訓練やってみましょう。はい、はい、倒れている人がいます。周囲の安全よし、感染防止よし、反応の確認わかりますか。わかりますか。はい、しっかり反応を確認します。勇気を出した接触から蘇生は始まっています。誰か来てください。はい、大きな声で助けを呼びます。どうしましたか。この方反応がありません。はい、119番で救急車呼んできてください。はい、AED があれば持ってきてください。はい、わかりました。こちらに戻ってきてください。はい、わかりました。呼吸の確認、1、2、3、4、5、6、普段通りの呼吸なし、胸骨圧迫1、2、3、4、はい、胸骨圧迫は深さ5センチから6センチ、回数は30回、速さは1分間に100回から120回です。このペースを忘れないでください。しっかり垂直に心臓を押します。人工呼吸は口を大きく開けて2回吹き込みます。そうです、しっかり深さは5センチ、リズムは1分間に100から120回4、5、6、7、8、9、30。そして人工呼吸は2回、入っても入らなくても2回で次の手技に移ります。1、2、3、4。子供の場合は胸が3分の1沈む程度押します。1歳未満の乳幼児は両手で胸を包み込み親指で押していきます。深さは3分の1沈む程度です。人工呼吸は口と鼻を口で覆い息を2回吹き込みます。119番通報して救急車呼んできました。AED 近くにあったんで持ってきました。ありがとうございます。 AED 使えますか。いや、ちょっと無理です。開けて左に置いてください。はい、わかりました。こう置きます。はい、喋りながらもうしっかり胸骨圧迫は続けます。こちらにいてください。はい、冷静に伸ばせますね。呼吸を確認してください。今の一言、しっかりプライバシーに配慮しましょう。スマートフォンなどの SNS には十分注意が必要です。水濡れ、ペースメーカー、貼り薬、この3つを確認します。貼る位置はパッドに書いてあって AED が全て説明してくれます。落ち着いて操作しましょう。はい、完全に十分注意します。皆さん離れます。充電しています。充電中です。離れてください。周りだけではなく自分も離れます。点滅ボタンをしっかりと押してください。離れてください。電気ショックを行いました。1、2、3、ショックを終えたらすぐに胸骨圧迫を再開します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。救急隊到着しました。はい、変わります。はい、情報を教えてください。救急隊が到着したら発見した状況、行った処置などを報告してください。チェック1回しました。はい、ありがとうございます。
疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、以上で心肺蘇生法の勉強は終わりです。皆さん疲れましたかね。たくさん不安も残っているかと思います。木更津市消防本部では年に4回応急手当の勉強会を開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。詳しくは木更津市のホームページまで。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。